タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2021年の6月22日火曜日、私今日苗穂駅に来ております。札幌です。この前の日曜日6月20日をもちまして、北海道の、ね、緊急事態宣言が終わりましたんで、久々に札幌の、ね、街の中を、ね、普通に歩こうと思います。といつもね、6月は一応念のためっていうか、お金がないってもあるんですけども、一応念のため、あんまりうろちょろしないで、今日お風呂に来たんですけれども、こうお風呂に入ったりとか、本当に外せない用事があるとか、そういう時でない限りは、あまり札幌には行かないようにしようかなと思います。でも今日は今お話しした通り、苗穂、そう、蔵の湯さんでちょっと一風呂浴びて、それで帰ろうかなと思いますので、その様子をお届けできればと思います。では今回も短い動画ですけれども、何卒よろしくお願いいたします。もう本当に久々の札幌です。前回札幌に来たのが、札幌というか、札幌の街に来たのが、6月5日かな。だからおおよそ3週間ぶりぐらいという感じなんですけどね。苗穂も本当に久しぶりです。この駅の両側のマンションもだんだん高くなって、だいぶ形が出来上がってきましたけれども。見てる方は何回も見てると思うんですけど、うちの動画。ここに、我々が今降り立った苗穂駅がありまして、で、この駅の両側にこういった2つのね、マンションができるんですよ。下の方にはね、こういった医療商業施設、こっちの方にも商業施設、そういうのができるようです。どんなのができるんでしょうか。で、お隣には寺院、もうお寺なんですけど、お寺はね、もうできてますよ。そしてこちらがね、これ。高齢者向け分譲住宅ということで、そういった建物もできるようです。これはね、何やってるんでしょうか。よく見ると道路に穴を開けて、きれいに穴を開けてますけどね、何をやってるんでしょうかね。なんか掘ってるっぽいですけど、こんな感じで。何でしょうね、何の工事だろう。交通誘導の人がいたからちょっと映せないんですけれども、水道工事やってるって書いてます。だからこれずっと埋まってますけれども、ここをずっと今掘って、水道管を何らかの形にして、何らかの形にするんですよね。仮舗装ということで、なんか下のキャラクター可愛いですけれども、そうで、そうか、これに切れ目入ってますからね。だからこれを切って穴開けて、水道の施設を何とかしてどうにかするって感じでしょうね。ということで、いつぶりかな、結構最近は札幌じゃないところで、あっち行ったりこっち行ったりお風呂してましたから、向川に行ったり、追い分けに行ったり、沼の畑に行ったり、長万部に行ったり、結構行ってますね。本当に久々の苗穂のお風呂ですけれども、ここでさっぱりして、それで帰りたいと思います。いつの間にかこの手前のところには工事用のゲートが設置されてまして、中には見てください、パワーショベルが、これパワーショベルが置いてますけれども、何の工事をやってるんでしょうか。いいや、とりあえずじゃあお風呂に入りましょう。蔵の湯さん、月がとっても綺麗です。ということで、蔵の湯でさっぱりいたしましたけれども、今日はこれでおしまいです。帰ります。ということで、緊急事態宣言解除後の初めての札幌の動画でした。6月中はちょっとまだおとなしくしてようかなと思います。だからお風呂に来たりとか、どうしても外せない用事があったりとか、そういう時には、札幌の方に行きたいと思いますけれども、また積極的に札幌とかそういうところに行くのは7月以降にさせていただきたいと思いますので、あと1週間ちょいですね。そちらの方も楽しみにしていただければと思います。では今回はこの辺にしましょう。では皆さん、今回もご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。
今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。